こんにちは、浅場整骨院バイク部です。今回はですね、バイク関連の自由研究をしようと思ってツーリングに来ております。で、当院にもですね、結構バイク乗りの方、バイクが好きな方、昔乗ってたよっていう方が多くてですね、バイクの話でちょっと盛り上がったりもするんですが、で、その自由研究というのはバイク乗りの間で共通のね、挨拶として知られるヤエーっていうものに関してです。ヤエーってね、あんまり知らない方多いと思うんですが、バイク乗り同士の、挨拶なんですよ。はい、ヤエーっていうのはこれです。はーい、ね、挨拶してくれましたよね、今ね。こんな感じだったりね。ヤエーの意味はね、英語のイエーっていう、イエイっていうね、ものがちょっと呼び方を変えてヤエーになったっていう風に呼ばれています。で、それがね、共通の、バイク乗りの認識として、そういった挨拶があるんですけど、街中でやってたらね、変な人だって思われちゃいますけど、海山川だったりとか観光地ですよね、そういったところで、あとはそのいかにもこうツーリングしてますよみたいなね、お互いそういうようなところで対向車とする挨拶ですね。で、こんにちはとか、あとは気をつけてねとか、で、英語で言うとハバナイスデイとかね、ハバナイスリープとか、なんかそんなような意味合いを持つ、ものですね、ヤエーっていうのは。で、ヤエーにね、特にルールはないです。対向車側から手振ってきたら、それにね、返した、上げてもいいですし、こちら側から挨拶してもいいですし、特にね、そういうなんかルールみたいなないです。ただ気をつけなきゃいけないのは、その瞬間こう片手運転になるんで、前方のね、車とかバイクとの車間距離を取ったりとか、あとはカーブじゃないところでね、直線の道路で、見晴らしのいいところだったりとかね、そういったところでやるようにしましょう。そんなね、バイク乗りの共通の挨拶ヤエーを使って自由研究をしてみたいと思います。はい、じゃあ今回のテーマは、どんなサインでもヤエー成立する説で、ヤエーのね、ポーズはね、別に決まりないんですよ。手振ったりとかピースしたりとかね、グーサインを出したりとか、そのような形でね、やったりはしますよね。ただ決まりがない。なので、どんなサインでも通じるんじゃないかっていうところですよね。成立するんじゃないかっていうところで、ちょっとポーズを持ってきました。用意してきましたよ。はい、じゃあここからね、検証していきましょう。まずは普通に手を振ってみましょう。はい、はい、じゃあ今度アロハやってみましょう。アロハ、皆さんやってくれますよね。あーね、イエーイ。はい、もうイージーですね、アロハはね。アロハはイージー。じゃあ次はジョジョポーズいってみましょう。こんな感じで、こんな感じでね、いってみましょう。あ、いったな。はい、ジョジョポーズいきましたね。いってみましょう、中山きんに君。かわー、成立しちゃう。ニャンコスターのこれありますよね、これ。これやってみようかな。はい、成立しましたね。今ね、我が生涯に一片の悔いなし、やってみましょうか。へへへへ。はい、みんな挨拶してみますね。ふいふい、いいねをやってみましょうか。いいね、クレイジーケンバンドさんがね、やってる。いいねいいね。あはは、セールしましたね。俺やでやってみますか。俺やで、ああ、いきますね。You みたいな感じでこう、指を今度刺してみましょうかね。通常ね、こう、指刺されるの嫌ですけど、それもなんか、いけちゃうんじゃないかな。もう、テゴちゃんの手は、もう多分イージーだもんな。ああ、来た！テイ！テゴちゃんのテイ！テゴちゃんの定位はイージーでしたね。いやー、もう何でもいけちゃいますね。すごいな、何でもありだな。もう野営ランドですよ、動詞は。もう最終的には足ですね。足だ、足。足もね、こうちょっと縦に振ってみますか。足はさすがにダメか。これ行きましょう。足振ってます、足振ってます。
ダメですね。まあ、ということでね、手であればもうどんなサインでも八重成立するということでした。足以外は全部いける。で、八重をするときはね、相手になるべく分かりやすいように、まあ、するといいとは思いますけど、まあ、でもね、何でもいいってことが分かりましたよね。何でも八重として成立しちゃいますよね。面白いな。まあ、黙々とね、こう走ってるのが好きだっていう人にとってはね、ちょっと八重してしまって申し訳ないなとは思うんですけど、まあ、誰がそういう人なのかわからないのでね。なのでちょっといろんな人に八重をさせていただいて検証をねさせてもらいました。おお、すごい。本当はね、このど真ん中に富士山が見えるはずなんですけどね、今日はちょっと見えないな。すごい、いい場所ですよね。事故ですね、これは。あ、ぶつかったのかな。